こんにちは。今回はよくねインスタであのラテアートの写真載っけてるんだけど、それって自分で作ってんのって聞かれるから、それについて答えていきたいと思います。はい、あのラテアートは実は俺が作ってます。というのも、まあ、知ってる人はいるかもしれないんだけど、俺はカフェで1年間働いてたことがあって、その時にね、大体まあ軽くコーヒーの作り方みたいなのはバリスタとして働いてたのは分かってて、まあでも言ってもそのバリスタとして働いてる時は全然ラテアートとか全然うまくなくて、でまあバリスタ辞めて、その後もまあコーヒーが好きで、自分ももっとうまくラテアート作れるようになりたいみたいな思ってて、でまあコーヒーマシンを買いましたと。そっから YouTube、Instagram とかでいろんなね、そのラテアートを作る動画を見て勉強して、やっと今安定してね、ラテアートが作れるようになりました。ということで今回は、まあどんなコーヒーマシンを使ってんのかとか、どういう、機材っていうか、カップだったりコップだったりを使ってるのかとか、あとはコーヒー豆、コーヒーの豆の豆はどんな感じなのかなとか、あとはミルク、ウールアースに売っててめちゃくちゃおすすめのミルクがあるから、それを紹介していきたいと思います。ベイコー、これが俺の持ってるコーヒーマシン。最初150ドルだったのが120ドルでターゲットで売られてました。結構ねよく使ってます。でまあこんな感じでね、使ってるのはこのコップとこのグラスと、あとはこの何、まあアイス用のやつ、この3つで大体いつも作ってます。でこれがまあちょっと多い時用、ミルク多く作りたい時用、例えばこの2個同時に作るとかね、まあ普通に1個用でもできるんだけど、で次これ、これは本当に1個用、1人1個分ね。だから今回はこれと、まあ、この2つ、この2つを使います。ということでこれ溶かす。でこれ、はい次、これこれはこっちがシングルショットだ、1人前で、これがトゥーショットだ、こっちの方がまあ濃いし、これは2人用だね、2人用とか、ミディアムサイズ用、このコップよりちょっと大きいサイズ用、例えばアイスラテとかだったらこういうので入れるかな。でも今回はこのねカップで飲むから、このこれを使っていきたいと思います。これかな、これをまあこれでガチャって入れるんだけど、そうここにこうやってはめて、でコーヒーをこの上に入れて、こうコーヒープッシュして、おマシンにセットするっていう感じですね。はい、で今俺が使ってるのはまあね、これもこういうのに入れちゃってるんだけど、タッパーにイタリアの豆かなを使ってます。でこの中にこれから入れていきたいと思います。せーの、よいしょ。ということでこれがセットし終わったら、まあ、とりあえずこれはねここに置いとこうか、これ閉めない、閉めないとすぐ酸化しちゃうから、とりあえずもう使うのが終わったらすぐ閉めるように。で今回使うのがまあこんな感じね、この3つで今回はコーヒーを作っていきたいと思います。で俺はいつも使ってるのはこのミルクを使ってます。コーヒーをね抽出していきたいと思います。こんな感じをここにはめると、それでその後すぐこのコップを下に、こんな感じ込んでると、こういう感じになるわけですよ。ここかな。でこれもう、まあ、まだ当分出るんで、これはとりあえずこのままこれ落としちゃった、放置しつつ横でねミルクをやっていきたいと思います。これもねまあ
始める前に一旦スチームをやっといた方がいいですね。で今この抽出したコーヒーがこんな感じ、結構クリーミーな感じで出来上がっています。でミルクをやっていくと見えるかな。こんな感じ。これはね、ミルクのコツは中心より少しずらしてあげると結構いいミルクができるんで、ぜひ。でこれは下がこの温めてるカップっていうか、このあるじゃん、この下が3秒以上こう手でこう触れなくなったら、だいたい温度が60度から70度なんね。で60度から70度が人が一番ねミルクを甘く感じる温度だから、そう、そんぐらいを目安にやるといいと思います。 OK。 そしたら止める。はい、というわけでラテを作り終えました。ね、ちょっと多分見てもらったら分かるんだけど、まあコーヒーね、こうラテアートできる人からしたら、え、ちょっとしょぼくないって思うかもしれないんだけど、ちょっとね言い訳させてほしいんだけど、まあ、こういう感じでね、カメラここにセットして、まあ、でこういう感じだったわけだから、いつもよりかちょっとうまくできなくて悔しいです。まあでもこれもね実力だから、これからもどんどん頑張っていきたいと思います。まあでもね、味はね、味はマジでうまい。ミルクもね、割とねフォームがね細かくできて、でそもそもねこのコーヒー豆の味自体もその酸味が少な、酸味ほぼないかな、酸味ほぼなくて結構コクがある苦味だから、まあ俺のドタイプのコーヒー豆ということでね、もうね何のどうやって作ってもねうまくなるというシステムなんですね。そう、でもねちょっと綺麗にできた写真も見てほしいからシェアしていきたいと思います。こういうのだったり、こういうのだったり、こういうのだったり、そう作ってるわけです。次作るときはね、もっとうまく作っていきたいと思います。ちょっとね、本当に悔しいですね。悔しい悔しい。というわけで、今回の動画も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価忘れずにお願いします。あとは SNS もやっているので、ぜひそちらのフォローもお願いします。結構ね、インスタとかにはラテアートの写真とかをこうストーリーとかでも載っけることがあるから、ぜひそちらもチェックしてください。あとまあコーヒーに関しては質問でもいいし、もちろんね何でも留学でもいいんだけど、まあ、どんどんね質問とかあったらこのコメント欄までどうぞ。いつでも気軽に聞いてくれたらね全力で答えるんで、ぜひそこら辺もお願いします。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ、ありがとう。